こんにちは、池田真子です。はい、今日はお掃除動画を撮っていきます。普段は結構部分部分でやったりするんですけど、今日は掃除の日って決めた時は流れでこう全部やっていくので、皆さんもこの動画見ながら一緒に掃除とか作業してみてください。で、私掃除に詳しくないので、あの動画見てて、あ、ここもっとこうした方がいいよとかあったらね、コメントで教えてくれたら嬉しいです。お願いします。じゃあやっていきます。掃除の時はいつもピットマスクしてます。髪も邪魔なんでくくりますね。あ、ちょっと待って、ちょっと前髪も落ちてくるから。じゃあちょっと朝ごはんの洗い物とさっと片付けしていきます。いつもはこの辺しか拭かないんですけど、せっかくなのでちょっと他のとこも出して一気に綺麗にしたいと思います。はい、次トイレ行きます。はい、次トイレやっていきます。いや、これがちょうどもう使い切るとこあったからもうこれ捨てれる。あ、これもや、最後の1個掃除手袋ね、なんかゴムの方が確かにやりやすいかなとも思うんですけど、こういう方が毎回捨てれるんで100均の手袋使ってます。めっちゃカメラにケツ向けてる。申し訳ない
になりました。はい、トイレできました。次、洗面所行きます。で、さっきキッチンの時に使ってたメラミンスポンジまた持ってきました。じゃあやっていきます。100均にこういうスポンジが売ってるんですけど、この排水口のあたりに挟むスポンジめっちゃおすすめです。これすると掃除が楽になる。はい、次そのままお風呂やります。はい、じゃあ次お風呂やっていくんですけど、さっき洗面所やる前に事前にこちらのカビキラーを振ってきました。で、流してからブラシで磨いていきます。モザイク。で、私いつも基本的にお風呂のこの浴槽とか下とかの掃除は夜に掃除するので、ちょっとゴミ溜まったなっていう時にここだけ掃除します。じゃあブラシ使ってやっていきます。ちょっとお風呂が狭くて見にくいかもしれないんですけど、まあでもちっちゃいとお風呂掃除が楽ですね。大体の汚れはもう取れてるんですけど、一応気になるなっていうところをこすっときます。はい、じゃあ最後に掃除機当てていきます。このまま他のとこもちょっとやってきます。キッチンとか洗面所とかトイレとかリビングとか全部掃除機当てたら、最後に細かい拭き掃除系をしていきます。ああいうガラスとかはこのウタマロ使ったり、床もちょっと汚れあるところウタマロで取ったりとか、あとはメラミンスポンジ使ったり、洗面所の鏡とかはこのダイソーのね、こういう水垢を拭けるタオルみたいなのがあるんですけど、こういうのとかがおすすめです。じゃあさっと掃除していきます。はい、ということで今回はお掃除動画を撮ってみました。今までは結構場所ごとにこまめに掃除するって感じだったんですけど、家にいる時間が増えることで掃除する時間も増えると思うので、皆さんもぜひやってみてください。で、他にアドバイスあったらコメントもお待ちしてます。そしてこの動画が良かったなって思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。 Twitter と Instagram もしているので、そちらもぜひフォローお願いします。では、池田真子でした。バイバイ。